先週の試合を前の試合を残しながら、ホームの本日が最終ということで、一言皆様にご挨拶を申し上げさせていただきます。まずファンサポーター、そしてスポンサー、ホームファンの皆様、後援会参加に関わっていただきましたたくさんの方々、本当に1年間ご支えいただきましてありがとうございました。またコロナの影響は今年も運営にいろんな影響ございましたけれども、たくさんのボランティアの方をはじめ関係の方に支えていただきまして、こうして最終節を無事に迎えることができたことも本当に重ねて御礼申し上げます。ありがとうございました。さて、私たち12年ぶりに J1 の最高の舞台で戦うことができました。今年はワールドカップの日程の関係で大変雑話も過密日程で大変な状況がありましたけれども、一生懸命前だけを見て全身全霊で戦っていただいた張監督、コーチングスタッフ、選手、本当に私は誇りに思っております。本当に感謝したいと思います。ありがとうございます。やはり J1 リーグというのは厳しい戦いを強いられます。しかしこういう厳しい戦いが続きましても、ファンサポーターの皆様は本当にいつも熱く応援いただき、心が震えるような感動をいつもチームの後押しをしていただきました。本当に心から感謝を申し上げております。本当にありがとうございます。受けまして、最終の11月の5日の岩田さんのこの試合におきましては、1安打となって勝利を勝ち取って、しっかりと残留をこの手に持って帰ってまいりたいと思います。引き続き皆様どうぞよろしくお願いします。未来進行形でクラブがどんどん私は発展これからしていくと思っています。いや、日本を代表するチームに成長させなければならないというふうに思っております。そういう意味ではクラブが誰よりも汗をかいて一生懸命仕事をする、これが一番大事ですけれども、私は今プロの中の思いをしっかりと受けて、これを形に変えてサッカーを進化させていただけるのは、私は張監督しかいらっしゃらないというふうに思っています。これまで2年戦っていただきました。私はどんどん進化していると思っています。京都の夢を乗せて、本当に張監督にこれからも私はしっかりと預けたいというふうに思っております。そしてこれからも皆さんの熱い応援を我々にいただけたら幸いでございますし、共に心を一つにして戦っていただきますよう、来年以降も一つよろしくお願いいたします。最後一生残っておりますけれども、締めの今年のご挨拶とさせていただきます。本当に皆様ありがとうございました。